どうもこんにちは、川村です。今日も11700K 自作 PC プロジェクトの続きからです。今日はメモリの開封から行います。ここのところ開封しかやっていないせいか PV が全く伸びず、ちょっとやり方を間違えた感があります。確かに開封して組み立てて動作確認までしないと一本の動画として成立しないですよね。開封だけだと中途半端感がひどいです。私としても早く組み立ててしまって NGXT の美しい水冷ヘッドを見ながらニヤニヤしたいわけです。まあでも今回の企画はこのやり方を最後まで貫くしかありません。ということで相変わらず進みは遅いですが、最後までご視聴のほどよろしくお願いします。今回購入したのはキングストンのハイパー X フューリーというメモリです。1枚 8GB の同じメモリを合計4枚購入しました。価格は Amazon で1枚6095円、合計24380円でした。メモリは光らせようとすると無駄に高くなります。コスパを重視するなら光らせるのはやめた方が良いと思います。私も今回は動画映えのために買いましたけど、普段は LED なしのメモリにしています。また光るメモリだと物理的な高さが高くなるので CPU クーラーと干渉する恐れがあります。なので光らせようとするといいことないです、本当に。今回はマザボに4つあるメモリスロットを光るメモリで埋めたくて4枚買いました。ちなみに今回はメモリを1枚ずつ買いましたけど、本当なら4つがセットになったメモリキットを購入した方が無難です。このメモリも4枚セットのメモリキットがあったんですけど、1枚ずつ買うよりも価格が高かったんですよね。通常ならセットの方が1枚あたりの金額が安くなるはずなんですが、 Amazon はそういう常識が通用しないのか逆だったんです。なので仕方なく1枚ずつ買いました。1枚ずつ買ったからといって全く同じメモリなわけですから、デュアルチャンネルにならないとかそういったことはありません。一応後で確認はしますけどね。容量についてはここ数年はいつも 32GB にしています。デュアルチャンネルで動作させるためにいつもなら 16GB の2枚キットを買う感じですね。今回は動画映えのために 8GB を4枚買ったので、メモリスロットの空きがなくなってしまいました。光らせようとすると何もいいことがありません。悲しいです。なお4枚挿しても2枚の時と性能は変わりません。これは CPU がデュアルチャンネルまでしか対応していないからです。4枚挿して性能アップするのはクワッドチャンネルやそれ以上に対応したジオンやスレッドリッパーになってきます。次にメモリ周波数についてですが、第11世代になってようやく 3200MHz が標準サポートされました。今回買ったのも 3200MHz の OC メモリです。定格は 2400MHz なので BIOS で 3200MHz を選択する必要があります。ただ11世代では一つ注意しないといけないことがあります。 3200MHz がサポートされたとはいえ、実際そのクロックで動作できるのは 11900K と 11900KF だけなんですよね。 CPU がメモリにアクセスする場合、通常メモリコントローラーを通じてアクセスすることになります。11700K で 3200MHz のメモリを使う場合、このメモリコントローラーの速度が半分になってしまうようなんです。これはギア2と呼ばれる仕様で、 3200MHz で動作させても実際は 1600MHz になってしまうわけです。メモリとメモリコントローラーを1対1で動作させたければ、クロックを結局 2933MHz 以下にしないといけないんです。なんだかなって感じです。そういう制約があるので、11700K の場合だと 3200MHz よりも 2933MHz の方が性能が良くなる可能性があります。この辺も後でできれば検証したいなと思っています。とはいえ個人的にはメモリ周波数は重要視していません。メモリタイミングやレイテンシーはなおのことです。そんなものよりもメモリは容量の方がはるかに重要だと思っています。容量が足りなくなれば SSD に仮想メモリとしてアクセスすることになるので、体感レベルで速度が遅くなるはずです。一方クロック数は遅くても体感することはほぼ不可能です。まあただ昔のハードディスクと違って、今は NVMe の M.2 を仮想メモリに使うわけです。実際にメモリの容量不足になったところで、体感速度って大して変わんないんじゃないかとも思います。 SSD の寿命には影響するかもしれませんが、なので個人的にはメモリ容量は余裕を持って買うようにしています。 32GB あれば通常の利用ではまず足りなくなることはないですからね。あとメモリを買うときに忘れていけないのが QVL の確認です。QVL とはベンダーリストのことで、メーカーが動作確認したメモリのリストです。自分が買ったマザーボードの製品サイトから互換性のあるメモリかどうかを確認します。まあ今回はインテルなのでそこまで気にする必要はないかもしれませんが、ライゼンだとメモリの相性がシビアだったりするので、買う前に確認する癖をつけておいた方が良いと思います。今回買ったメモリはベンダーリストに載っている商品なので、相性問題が起きることはないと思います。
ベンダーリストを見ていて知ったのですが、このメモリの DRAM はマイクロンや SK ハイニクスなどいろんなメーカーが委託しているようです。このメモリがどの DRAM メーカーで製造されたものなのか外からはちょっと分かりませんでした。これも後で確認しようと思います。まあどこであろうと性能は変わらないと思いますが、余談ですが現在日本には DRAM メーカーが存在しません。半導体メーカーといえば最近だとキオクシアが記憶に新しいですが、あそこが作っているのは NAND 型フラッシュメモリです。 SSD とかで使われているものですね。なので DRAM は作っていません。日本に唯一残っていた DRAM メーカーの LPDA は2012年に経営破綻しています。悲しいです。川村の自作 PC チャンネル。というわけで今回はキングストンの LED メモリの開封を行いました。今日もここまでにしたいと思います。結局今回も中途半端な感じになってしまいました。もうこの企画は最後までこの方針を貫くしかありません。これで終わりなわけじゃないんで、ダメだった点はしっかり反省して次の企画からまた改善することにします。まあ正直心は折れそうですが、次回は SSD の開封から行う予定です。次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。